買いましたっけ。お待たせいたしました。4時19分発車のフルーケ福島号をまもなく発車いたします。いたしました。本日は JR 東日本フルーティア福島号ご乗車くださいましてありがとうございます。次は会津若松に停車いたします。この先会津若松駅までの間降りいただける駅はございませんのであらかじめご了承ください。次の会津若松は6時16分、次の会津若松は6時15分の到着です。担当車掌は郡山統括センターの鈴木です。途中郡山駅までご案内いたします。ご利用くださいましてありがとうございます。次は会津若松に停まります。お客様にお知らせご案内いたします。まもなく進行方向の左側には小峰城と呼ばれるお城が見えてまいります。小峰城は歴史的な重要性が評価され、平成の22年に国の指定遺産となりました。途中東日本大震災による修繕工事等で現在に至ります。春には美しい猿が咲きになれ、夜にはライトアップが行われます。進行向かって左側には小峰城と呼ばれるお城が見えております。ぜひご旅行の際には小峰城に訪れてみてはいかがでしょうか。
誠にありがとうございます。この列車は団体臨時列車フルーティア福島号会津若松経由郡山行きです。受付時に配布いたしました乗車証をご確認いただき、指定されたお座席をご利用ください。お手持ちの乗車証に記載されたお座席の変更はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。またご乗車中はすでにネクストランプを首から下げていただきますようお願いいたします。ネクストランプを下げていない場合はお声掛けする場合がございます。あらかじめご了承ください。続いて車内のご案内をいたします。列車は医療設定で運転をしております。後ろ1号車の壁カウンターはフリースペースとなり、どなたでもご利用いただけます。なお、会津若松駅停車中は E0173 専門家によるガイド付き、フルーティア福島で行く職人から学ぶ会津新規と出会いに巡る姿にご案内をご参加のお客様のためのイベントを開催いたしますので、E0251特別運行フルーティア福島、新白河、会津若松、郡山乗車で楽しむフルーティアの旅にご参加のお客様はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。この列車は途中会津若松駅を除きドアは開きません。その他途中駅において時間調整のための停車がございますが、ドアは開きませんのでご注意ください。なお、列車の運転状況により変更となる場合がございます。車内はトイレ、席を含め電車用禁煙です。車内でのタバコはご遠慮ください。またお気づきの点がございましたら、添乗員または JR 東日本ニュースリスマートセールス社員までお申し付けください。これより係員が福島県白河市南湖湖畔にあるケーキ屋さん魔法のランプのフルーティアボックススイーツセットをお配りいたします。順番にお配りいたしますので、お席でお待ちください。この先列車はフルーティア福島が走行する機会の少ない東北本線と暗闇のバーに